走れ大井チャンネル。はいどうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、今から喧嘩ボールクイックスローをやるんですけど、意識するポイントをまず紹介します。はい、まず自分が意識するポイントは、取ったら前に足を出すことですね。取ったら右足を前に出してスローイングをします。はい、2つ目は、取るときになるべく横を向かないことですね。横を向いてしまうと、その逆のときにボールが取れなくなってしまうので、呼ぶときは正面で呼んでからボールを取ります。こうやって片足を出して呼ぶのはあまり良くありません。また足を使わずにこう手だけでやるのも NG ですね。送球の精度が落ちてしまいます。早速やっていくんですけど、先ほど話しました取ったら右足を前に出すっていうのがありました。これは自分の動画ですね、今日の動画で、前半はできてるんですけど、ちょっと後半スピードを意識しすぎてあまりできてません。それはちょっとご了承ください。前半はできてると思います。はい、ちょっとスローで見ていきましょう。ステップとしては、ちょっと前に足出てるんですけど、取る場所がですね、ちょっと足を使えてないかなと思いますね。もうちょっと足を使って横のボールに対して取りに行ければもっと速くなると思います。シャープな動きをしていくことによって、小さい動きで素早く送球できるんで、バックホームの時とかに行きますね。これのとか足使えてませんね、全然。横の送球に対して足があんまり動いてないかなと思いました。ここからはひたすらクイックスローやっていくので、ゆっくりとご覧ください。はい、というわけで今日は自分のクイックスローを見てもらいました。コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では、失礼します。チャンネル登録お願いします。